お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの超高回転のランバーバルーンデッキやっていきたいと思います。こちらですね、知ってる方は知ってるかもしれないんですけど、みかん坊やさんっていう、まあとりあえず高回転大好きですね、もう高回転キッズですね。はい、もうその方が結構昔に作られたバルーンデッキなんですけど、それがね数枚変わった、1枚か変わったデッキでして、僕の記憶が正しければゴブリンアイスピとかだったと思うんですけど、まあそれがね現環境具材になってさらに回転も速くなったというね、こちらのバルーンデッキがありましたので今日やっていきたいと思います。まあその高回転キッズのみかん坊やさんね、最近 YouTube すごい上げてますので、概要欄にね貼っておきますので、ぜひ皆さんみかんさんの動画を見に行ってください。やっていきます。このバルーンはまあとりあえず回転が速いっていうのが一つの強みなので、ゴリ攻めます。はい、いやお前やりすぎやろっていうぐらい攻めて攻めて攻めて、結局相手が対空何枚持ってようが、トルネード何枚持ってようが、まあ、雪玉が何枚やろうが、こっちがバルーンを相手のねサイクルよりも早く飛ばしてしまえば勝ちなので、マジねゴリゴリに攻めます。やりすぎやろっていうぐらい攻めるんですけど、で、まあ、ランバーバルーン、そしてコウモリの使い方が結構重要になってきて、まあ、今回はねクロスなんであんま関係ないかもしれないんですけど、ランバーバルーンした時に、てかまあバルーンした時に、バルーンの横にコウモリをね出してあげると、バルーンのルート矯正というものができるんですよね。よいしょ、まあここはちょっとね耐えてもらって、なんかそれができると、このテスラとかにもこう普通はねバルーン寄っちゃうんですけど、寄らなくできるんですよ。寄らせない、もうバルーンを横じゃなくてもう縦にねタワーに直線で通すようなちょっと小技というかせこい技があるんですよね。それをちょっとやっていきながら相手事故をね起こさせて勝つみたいなのもありますので、さあやっていきましょうか。で今回ではクロスなので、まあ、言っちゃえばプリンセスもいらないですね。はい、解雇です。プリン出さずにもう1コスを回してね、よいしょ。さあでここは、いやー相手がもうテスラ立ってきましたね。ここはちょっとダメージ受けるかもしれないんですけど、まあちょっと受けた取って、逆に相手もねこれ抑えなきゃいけないんでね、まあ防衛5かな、さすがにこれは。さあ防衛5を押される、まあですが爆破ダメージが入ると。今回の相手に対して、まあ、僕は一応バルーンもタルババもあるので、まあ、理想としてはランバーバルーンスケ LSP 雪であったりスケ LSP タルとかで回せると、そしたらまた僕はランバーバルーンで攻めれるので、そうなった時に俺の方が回転速くてね相手がついてこれなくなるってね。まあ、ここ行っちゃいますね。相手ファイボがね今ないので、でここ一応テスラとかをねちょっと警戒しながらの、よいしょ。でもブッパですね、雪とかまで打って、あとは祈ります。でこれで相手テスラまあ使ってるんですけど、僕の方が回転速いので、これまたランバーバルーンいけるっすね。さあ無限です。でここで一回ルート強制やるんですけど、ここなんかね言葉で説明するのむずいんですけど、これ今見てもらったら分かったと思うんですけど、バルーンがね外にグインってなったんですよ。ああすることによってこの真ん中の施設へね行きにくくします。で相手に施設取れなくて、もうそれでバルーン一発入いて勝ちみたいなことももうよくありますので、まあ、このバルーンコウモリっていうのはマジでねこっすいっすね。これ別にサンガゴとかスケドラとかインドラとか何でもできるんですけど、バルーンをちょっと外にね出すことによって施設へ誘導されずに、まあ事故が起きてタワーワンパンできますよっていう、まあこれ知ってるだけでね勝率バカ上がるっすよ。もうなってそれだけでやべってなって、もう相手4コス無駄になるんでね、施設分価値格になりますね。さあナイス。一応言葉で説明すると、ちょっとバルーンが手札に欲しいな。なんかクイってできるんですよ、バルーンをクイって。なのでちょっとクイってさせて、さあちょっとカード回します。クイってさせてのコウモリを一番最前列の1個内側ですね。さあファイボコヤ、まあちょっとなんか嫌そうなデッキ引いちゃいましたね。バルーンをクイって1個下げれるんですよ、斜め下にクイってやってからのコウモリを一番前の列の1個横ですね。いけますかこれ。あこれやべえ、これちょっとごめん、俺の準備がまだ整ってなかった気持ちの問題、気持ちの問題。ちょっと待って待って待って言って小役はね、あえて小役はですね皆さん。はい、でこのデッキマザネクとかね、マジでホバとか、まあ、マジックアーチェとかきついんですけど、まあ気合でね
気合で頑張ってください、気合で。さあちょっとね、ドタバタしちゃってますけど、いや、ハイスピ強え。でも次のサイクルさ、相手体育ないと思うんだよな。いや、これルート強制いらないんですよね、単純に。ちょっと普通のランバルでいきます。で、なんなら追加コウモリでいい、まだある。この追加コウモリが激アツに。いやー、オーブンが強え。さあ、いや、綺麗に守られていく小屋でね。さあ、まあ、ここは今回はプリンセスが活躍しそうですね。まあ、ホバーでね、やりに来るのを延命できると熱いんですけど、さあ、こいつですね。いや、間に合わないかな。まあ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 。で、逆にホバーをここで使ってくれたら、次のね、ランバルきついよねっていう。で、次、マザネックガルターンなので、コウモリ追加はね、いらないかもね。なんか追加することによって、豚がいっぱい来ちゃうみたいな。そう。いや、これ相手の逆に行きます。なぜなら、形組んで、正面行ってね、あれが来た時がきついよねっていう。目がないと。さあ、いやー、雪玉が強いんですよね。防衛の。この防衛雪がマジで強いので、皆さんぜひやった方がいいです。さあ、これ行きましょう。ランバー。で、バルーンをクイッて刺して、最前列の一個内側のところに、クイッてやると、これバルーンがちょっとね、外に行くんで、こうすることによって、相手施設ね、これ釣れないです。ってか、まあ、釣れるんですけど、ムートのせいです。これは今のは。これは本当にムートのせいです。間違いなくムートのせいです。まあでも、回転早いので、このデッキはね。で、こういうのちょっと落ち着いてね、落ち着いて守るのが大事で。よいしょ。さあ、あのね、マザネクだけはやんなきゃ俺終わるんで、マジ、マザネクだけは、もうタルババ雪玉みたいなね、今みたいにフルコース使ってまで、本気でやりに行ってください。これはまあ多分、ぶっぱでいける気がしたんでね、鬼ぶっぱしてるんですけど、さあ、一発、延命できそうだな。延命してあげて、好きだけでこれ延命できんだな。さあ、で、ああいうマザネクはまたプリンですね。マザネクマジで雪玉とか使っていいので、本気でやってください。こいつだけはマジで生かしておいたらね、話にならんす。さあ、まあ、ここは、ルート強制間に合わないんですけど、あ、ちょっと間に合ったっすね。このファイボがね、相手なかなかいいですよ。ですが、今ファイボ使ったので、この次ですね。次が私のターンです。あ、延命すればよかった。さあ、行きます。で、まあ、プリンだけ置いといてあげて、マザネクこれ豚にされちゃうかな。こっちでいいや。で、行きます。で、施設があるので、バルーンからの、このコウモリね、てくんこれでね、あ、で、意識してね、一個内側に施設置かないと釣れないですね。なので、めちゃくちゃね、そう、お、ムーンとお、さっきから何やってんだよ。マジで。じゃ、ムート、あれ、訴えれるそうだな、そろそろ。さあ、ランバー。で、バルーンからの、よいしょ。で、コウモリで、ルート強制ですね。いや、これするだけで相手施設、マジで置きにくいんでね。いや、このムートのさ、使い方、プロやん、こいつ。ムート極めすぎやろ。さあ、ですが、カードのサイクルが、私の方が早いことによって。さあ、これはね、マジで、あの子だけはやりたい。マザネクだけやってくれればもう僕耐えれるんでね。マザネクだけやってしまえばね。よしよし。いや、マザネクまた来た。おかわり来ちゃった。いや、でもプリンが強い。よしよし。さあ、プリンが耐えてる。で、できるだけ小物系は出さずに、よいしょ。さあ、耐えて。いや、耐えてほしい。いや、ランブル、ランブル。ランブル、ランブル。ランブル。ランブル。ちょっと待って。やばいやばい。時間耐えてくれよ、オッケー。いやー、これ、もうマザネクが、ばっかしんどいし、ムートの使い方プロでしたね。あれ、コウモリ追加、ルード行政のさ、コウモリ追加しなければムートが施設にならなくて、逆に良かった施設もちょっと今思えればありますが、まあまあまあ、プリンセスとタリウキの使い方がね、非常に大事になってきます。マジ、マザネクだけはね、やってください。タルだけで守れるやろってね、気抜いた瞬間延命されておるんでね。まあ、タルババプラス雪玉とか、ランバープラス雪玉とか。なんか雪玉って防衛でね、めっちゃ強いんですよね。これも相手施設使ったからね、チンパン行きます。てか、また小屋？そんなことあるっすか？いや、まじで施設1個使ったらね、ランバル逆サイマー止まんないんで、こういうことになるんですよね。いや、えぐくないですか？でも。マジかよ。小屋大人気っすね。さあ、これは、まあ、雪でいっか。プリンに殴ってほしかったんですけど、いや、雪が強すぎて、バカ守れるっすよ。まあ、問題は、相手の
メガナイトなのかムートなのかみたいな、エリーババなのかみたいな、その枠がねちょっと気になるところではありますが、さあ小屋が痛いですね。単純に小屋が痛いね。まあ、なので小屋を置いた瞬間にバルーンで今みたいに攻めるっていうのも大事ですし、しっかりとプリンセスもね、延命できそうなら延命するっていうのも大事ですね。この小屋を一生受けようとすると単純に僕の方がきついので、さあムート型ですね。なんならこれキングもちょっと狙ってもいいぐらいありますね。うん、さああのプリン捨てるか。さあプリン捨てて、よいしょ。まあこれバルーンね、行ってもいいけどな、ぶっちゃけ。行きます、行って、まあまあこの槍だけ来ないだけね、一発ってよく考えたらでかいもんな、バルーン。でここはプリンセスと小物で回収ですね。せめて殴れてきたのは全部プリンとタルユキとか1コース系で回収できるんでね、攻めるっていうのはマジ大事っすね。このデッキは逆になんかあんま攻めすぎ良くないみたいなのありますけど、このデッキは攻めなきゃ逆に良くないっていうね。さあ行きます、もう行っちゃいますね。ゴリゴリね、ゴリゴリぐらいがちょうどいいみたいなね。いやムートがさっきからムートがすげえ悪さする。いやファイブ使ってくれるの美味しいな。さあスケで耐えて、これもまたランバル行っちゃいたいですね正直。誰も多分ルート行政したら釣られないんじゃないかな。しなくても釣られねえかな。1さっぺこんで、まあ雪ぐらい打っとくか、せっかくならね、記念に雪打って記念何の記念やねん。でプリンが全部回収してくれますね。よいしょ。で低めにねユニット出しとくと相手のマザネクとかホバのダメージも受けないんでね。よいしょ。さあ雪玉のエムが悪いのは見逃してください。耐えれますよ。このプリンとタルユキの範囲ですね、マジこれが強すぎて結構守れます。はい、なので積極的に攻めて折って逃げ切るっていうのがね理想かなと思います。さあマジでこのルート行政できるだけでワンパンできちゃうんでね、そう上手い人にもね、うマジかよってなってね、バルーン出てコウモリマジかよってなってワンパンで勝つとかもあるあるなんでね。さあまあこれバルーン行きたいけど、まあ、言うのだけだとね相手対空多分何でもいるんで一回ステイします。お待って、今相手雪玉使ったぞ、これ行っちゃおうかな。まあ、あんまりこれね雑なのはね良くないんですけど、相手が雪玉使ったんでね、雪玉使ったんだけど対空ゴリゴリあるやんっていう、マジかよ。さあちょっと耐えたい。あーい、まあ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 、ねエレキのラムの雪なのでメガナラムですね。さあメガナイトラム対空がインドエレキ雪のライト、んライトかポイズン、まあ多分ポイズンかな。まあちょいやですね、ちょいや。まあでも回転ゲーですね、ゲーこれも。いきます。チンパンすぎるかな。しかもあれだ、相手ベビドロだ。一発入ってほしかったな、今の。あれペッカラムなのかな、ペッカラム説があるな。メガラムじゃねえな。エレキ U のベビなんで、あ、ペッカラムっすね。だから対空が、ベビーエレキなんですよ。まあコウモリやられるからベビーも嫌なんですけど、バルーンはその分刺さりやすいかな。で次は相手はね、まあラムライダーで守ってくるよねっていう。いやいでーコウモリいるだけでも攻めたくなるんですけど、このデッキのね攻め方はね端前プリンもあるのでプリンも使って攻めちゃいますね。いやこれでだって300近くダメージ稼いでますよ。さあ守りながら、問題はねペッカラムを守れるかどうかっすね。あ、これはもう行くんですけど、さすがに行くっすね。結構21プランも見ていいと思いますね。さあこれユニット追加して、相手これ守ろうとしてるんでね、守らせないっすよね。うん、そんなケツペッカしといて守らすなんてね許さない。でそっちにコストいっぱい使ったらこっちがね、あなたどうすんのよっていう話よね。え、あなたどうすんのっていう。で言うのはあんぐらいもねサービス上げて、かわいそうなんでね、さあ行こうぜっていう。でも攻めをねやめない男ですよ。うん、やばいですね、攻めなければよかったっていう、非常に後悔してますが今。
よいしょ。いや、いらんね。いや、防衛力が。プリンか。プリンが化け物だ。こいな、ベビー。いや、何もあげん。え、すげえ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 。このサンドのさ、プリンの真ん中の樽をランバーが拾うっていう。いや、奇跡やろ。今絶対一体は行かれる流れだったもんな。いや、拾えるのでかさあ、ナイス。まあ、ゴリゴリ攻めるのがやっぱいいね。なんか、プレイヤーによっては、やっぱこう、攻めた後に、こうやって守ろうが多分分かってて攻めてるプレイヤーもいるんですけど、なんか上手い人でたまにね、もうお前攻めすぎやろって。やりすぎやろ、絶対それバカやんってなるんだけど、もうなんかもう、とりあえず攻めてから守りはもう気合で頑張るみたいなプレイスタイルの人もいるんですよね。そうそう、だから、まあ、とりあえず攻めてから考えてもいいかもね。あと気合でね。守りは気合でいけるやろっていう。スタンスの人とかも、まあ、いるっちゃいるので、ありではあるよな。そう、ホバですね。ホバ多いの、今日は。まあ、小屋小屋強いんでね。もうランバル行きたいもんな。今すぐにでも行きたい。まあ、プリンから行こうか。まあ、橋前プリンでもよかったかな。親衛隊ロイフグとか。あー、ぽいっすね。ザッピー、ホバー、ゴブオリの親衛隊ロイフグとかの可能性は非常に濃いっすよね。いや、でも何も出てこないのか、今ので。で、これ正直、キング起動されたら嫌なので。いや、違う、ラバだった。いや、ラバはもうぶっぱっすよ。ラバぶっぱで、後からね、プリンセスとコウモリと、まあ、雪玉とかで防衛するんで、もうラバはとりあえずぶっぱっす。ラバぶっぱして1本おります。1本おって、なんなら1本じゃねえよな。キングまでくれっていうね。ちょっと、ラバくれねこれ、相手しかも。いや、LSP がいい。いや、マジでいい。これさ、この後もう一回俺さ、あー、もう一発欲しかったなー。ぶっぱすれば勝てる説あるよな。しかも最近のラバクロ、ファイボなんですよ。ファイボなので、よいしょ。これプリンも結構。いやー、俺のコウモリが。やっと俺のコウモリ下手だったな。いや、まあまあまあ。これプリンやられたらダメだね。さすがにやられないね。ファイブ打たれたら嫌だけど、まあ LSP もあるしな。いや、このランバーちょっともったいなかったかな。これさ、キングにバルーン飛ばせばだって、相手ベビーコウモリ。ホバか。ホバっすね。これもキング行くしかないっすね、僕。勝つのは。間違いなく。間違いなくのキングっすね。だったらプリンの大量生産っすね。うん、さあ置いて、あえてプリン絶対きついんでね。そうそう、もうプリン大量にね、プリン大量に作ります。回しちゃいますね。はい、またプリンで、今相手ファイブ使ったんで、このプリンがねきついきつい。いいですね。これランバルも行きたいですね。あれランバル行っちゃって、まあいるけど、まああんなんいないようなもんでしょ。いやー、いいあれだな、スキャミだ。で、カウンターこれエグいっすね、佐藤。佐藤やっちまるよ。で、あんなコウモリで処理できたら理想。うん。ちょっとやりすぎたかな。一回、いや、でも、まあ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 。相手もやっぱ狂いそうなんでね。でも、ファイボ今使ってるもんな。さ、一回低めでいこう、一回低めでいこう。これ低めプリン相手絶対きついんでね。うん。さあ。いや、これもう終わったんじゃね？雪構えて。ランバ破裂する。で、ここは守れると。いや、一発入った。いや、入る。終わったんじゃねあれ。さ、42は雪玉です。雪48っすね。なぜ覚えてるか。タワー49に雪玉打って1残って今日負けたんで。さあ、ナイス。いや、いいね。高回転なんでね。やっぱ相手がファイボとかで、プリンセスやってきても、2周目、3周目が生き残っていくよっていうデッキですね。はい、今日はみかんバルーンこちらやってったんですけど、いや、マジ、強いね。攻めがとりあえず強いので、もう攻めまくってから防衛するっていう意識。そして、あとはコウモリのルート強制もね、皆さんぜひ試してみてください。できるだけで勝率上がると思います。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。